あれです今週の絵柄はあれです、これです。もう出てる、あ、出てる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 、こんばんは、出てる出てる、いいねしとこ、いいねしたよみんな、私のいいねを見てあ、切腹さんありがとうございます。こんばんは。おーい。すっごいちっちゃい。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは、こんばんは。使えない。すごい。ちっちゃくて申し訳ないんですけど、こんばんは。お、いっぱいありがとう。まさやんさんありがとうございます。つねちゃんありがとうございます。そして西尾さん2冊ありがとうございます。西尾さん、西尾さんありがとうございます。あ、ツイッターに載ってるから大丈夫、優しい、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとですね、そう、18時に今日、あ、こんばんは、みりんが20時をお知らせします。はい、ちょっと1時間ぐらいの配信になるんですけど、1時間もできるんかいって話なんですけど、20時にですね、そう、解禁ということで20時に配信をさせてもらいました。ですね、皆さん大変お待たせしました。23日のですね、山口県でのイベントの詳細をがですね、写真集公式ツイッターにて発表されました。遅くなってすみません。23日はですね、蔦屋書店、周南市立徳山駅前図書館で開催予定です。徳山駅にですね、徳山駅にあるんですよ、もう駅直結っていうか、駅にある、もうできてまだ1年経ってないんじゃないかな、めっちゃ新しいところがあって、そこでイベントさせていただきます。そうそう、スタバがあるところです。めっちゃ綺麗なところです。ですね、2冊券3冊券が今回もありまして、2冊券は、サイン入り写真集、そして生写真1枚、3冊券はサイン入り写真集、生写真1枚、そして3冊券、あ、そして特製ポスター、ここでしかもらえない特製ポスターが
あります。そしてこれはですね、ちょっとこのツイートには収まりきらなかった情報がたくさんありまして、皆さんメモのご準備はよろしいですか？私がここにですね、いっぱいその明日これは全部公開される予定なんですけど、事前にお伝えして OK という許可をもらったので、これは全て明日また公式さんがあのツイートした URL から見ることができるんですけど、あのきっと皆さんは18時にもう予約したいのかなと思って、注意事項とか皆さんが予約できるように、まずはですね、公式さんも、ツイートしてくださってるんですけど、明日の18時にならないとその予約の URL がを貼ることができないみたいです。そしてですね、これなんて読むんだっけな、ちょっと待ってね、これなんて読むんだっけ、さっき出てたんだよな、この何、あ、PTX、 はい、 PTX というアプリをダウンロードしないと、こちら予約ができないそうなので、もし明日の18時に、予約しようって思ってる方は PTX というアプリを事前にダウンロードしてください。別に事前ダウンロードじゃなくって、あの明日ダウンロードしても OK なんですけど、もう18時きっかりに申し込みたいって方はこの PTX というアプリをダウンロードして事前登録をしておくことをおすすめします。はい、ベガスマンさんありがとうございます。ゆうきさんありがとうございます。トレノさんありがとうございます。はい、そしてですね、あ、そう、これ先着順なんですよ。だからあの私物さんの時にクソ時間がなくて買えなかったっていう方は、あのこれも先着順なので、一刻も早く申し込みたい方は、はい、予約を、その事前登録をお勧めします。ウィンパディさんありがとうございます。はい、そしてですね、あ、抽選ではないです。はい、私の多分写真集のイベントは抽選になることは多分ないと思うので、URL が欲しい、あ、さっきも言ったんですけど URL がですね、明日の18時じゃないとツイートができないみたいなので、はい、もう URL、 あ、この PTX をダウンロードする URL はですね、公式さんが、はい、ツイートしてくださっているので、ぜひ PTX のアプリダウンロードと、あとはサイトのそう、アカウントを事前に作っていただけるとスムーズにいくかと思います。明日、抹茶さんありがとうございます。たっちゃんさんありがとうございます。はい、紹介しました。はい、そしてですね、このツイートには書いていないいろんな詳細を言いたいと思います。まずは、まあ、ツイートにも書いてるんですけど、一部が、一部が、2冊券12時50分からですね。そして3冊券第、3冊券が14時からとなっております。そしてですね、私物多の時は追加ができたんですけど、今回は私のスケジュール的にといいますか、いろんなもろもろ的に、感謝完売御礼追加ですができないんですよ。もう皆さんがどんなに早く申し込んでくださって、もう需要しかないみたいな感じになって、もうそうなんです、もうこれ追加ができなくってですね、どうしても、はい、なので、まあ私物多みたいに追加があるかもって
持ってる方は、はい、どんなに好評でもちょっと時間的にですね追加ができないんですよ、うん、なので明日の18時明日の18時から、受付があるのでぜひ、はい、ポチポチっと、はい、頑張っていただけると嬉しい。基本的にまあ追加とかじゃなくって基本的に最初の予約で行っていただけると嬉しいです。はい、そしてその PTX を事前登録をしていただけると明日の18時に申し込みができるかと思います。そしてですねこの、生写真なんですけど、3種類ありまして、この3種類の中からランダムでお渡しされます。はい、ポスターは、ポスターは1種類です。1種です。そしてですねポスターも生写真もですね全て山口で撮影した写真を使用しております。はいですね、うん、購入で、あ、全然複数申し込めますこれは。なので生写真3種類あるので3種類コンプリートし、でもまあ3種類3つ予約したとしても3種類コンプリートできるという保証はないんですけど、はい、そうなんです。こちらそうランダムなのでちょっと分かんないんですけど、まあ別に、はい、皆さんもう分かんないよ、1人で100枚とかでも別に物理的には大丈夫です。はい、大丈夫です。皆さんのこのご負担的には分からない、無理かもしれないけど物理的には大丈夫なので自分の好きなだけ、1人1つしか申し込めないっていうことはないので大丈夫です。はい、ゴーエさんありがとうございます。イノケンさんありがとうございます。そして KITT さんありがとうございます。買ってもいけなかったらもらえない。そうですね、買ってもいけなかったらもらえないです。買ってもいけなかったら、そうですね、あとはこれ結構重要なのかなって思って私丸つけてるんですけど、イベントはですね列が途切れ次第終了となります。集合時間に遅られて来られますと参加券をお持ちの方でもイベントにご参加いただけない場合がございますということです。はい、こう私たちのオンラインお話し会とか握手会とかって時間が決まってて、こうどんなに列が途切れようがその時間はずっと私が立ってるんですけど、今回の写真集のイベントはこう列が途切れた時点で終了ってなってしまうので、まあ普通にこの開始の時間に来てもらえてると嬉しいです。まあなんか1時なんかちょっと並ぶからちょっと後に行こうって思うのも全然いいけど、その間で途切れてしまうとちょっともうせっかく予約してたのにってなっちゃったらあれなので、うん、全然その10分前とかに来なくても大丈夫なので、まあその開始時間ぐらいにはいていただけるととってもありがたいです。あ、キンドさんありがとうございます。はい、あ、そう、山口でイベントが決まりました。はい、詳しくはっていうか普通の情報はっていう公式さんがツイートしてくださってるのでそちらを見ていただけると嬉しいです。はい、そしてですね、はい、まあ他はあとは一緒で、あとはポスターの折れ目なしです
はい、なので来てくださる方はちょっとポスターを多分丸めてお渡しなのかな、なのでちょっとなんかトートバッグとか持ってきてもらえると持って帰りやすいかと思います。はい、お、319日目やったー。そうなんです、そこもはい、いろんな方が頑張ってくださって、私が折り目なしがいいですって言ったのを聞いてくださいました。ありがたいですね。とよちゅんさん、ありがとうございます。はい、あ、つつじさんそうですね、ガチ勢の方はぜひつつじさんでだと確実かと思います。うん、ちなみにこのポスターは本当にこの山口のイベントのみしかないポスターなので、他のイベントではこのポスターはないので、うん、ぜひこの機会に、うん、まこぴこにゃんさん、ありがとうございます。あ、クローバーカイトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ポスターは何種類？ポスターは1種類です。はい、生写真はランダムで3種類です。すべて山口で撮影した写真です。うん、ちょうど顔のところに折り目があったりするから。そうなんですよ、こう雑誌とかのポスターってありがたいんですけど、ちょっと折り目ないのも欲しいなって思うじゃないですか。私は思うんですよ。なので、そこはちょっとせっかくね、せっかく来てくださる方が来てよかったなって思ってもらえるようなイベントにしたいので折り目なしです。そうです、あとはですね、そうだね、結構わかんないけど、その追加もできないし時間的にもあれなので、もし私物たぐらいの方が18時に一斉に申し込んでくださると、なんか買えなかったってなりそうな感じなので、そう、わかんない、東京だから来れる人が私物多多かったのかもしれないし、そのわかんないんですけど、山口は行けないっていう方が多かったらそれはあれなんですけど、どれなんですけど、うん、あんまりそうだね、もし私物だと同じぐらいの方が来てくれるんだったら、あんまりこうその当日まで一日は待てないかもしれないし、それは分かんないです。でも、はい、まあ、今回はね、2冊券もランダムで3種類なので、うん、ぜひ。お、山口だから行けるよ、ありがとう。しかも徳山駅直結なんですよ、めっちゃ綺麗なところ。だから結構もし新幹線で県外から来るっていう方もイベントに参加しやすいのかなって思ったり、あとはイベントお昼からなので、まあちょっとね、遠くから来てくださる方とかもなんか参加しやすいのかなと思います。その辺もいろんな方がいろんなことを考えてくださいました。ありがたいですね。きょんきょんさん、ありがとうございます。しょういちさん、ありがとうございます。ドキンちゃんさん、ありがとうございます。そう、アクセスむちゃくちゃいいです、むちゃくちゃいいです。
ぜひぜひぜひ。あとはまあ私物だとかと一緒なんですけど、感染対策のために私と2メートルぐらいの距離がそのリアルお話し会みたいにあるのと、透明の幕があるのと、でも感染対策は私たちもしっかりしていくので、まあ、皆さんもぜひしっかりマスクもだし、もうイベントまでもそれからも毎日手洗いうがいだったりとか消毒しっかりするとか、こう私とお話しするとき以外はもう無言だったりとか、ファンの人同士の間隔を空けるとか、なんか細かいこといっぱいありますが、なんかお互い徹底していけたらいいなって思いますですね。あとは、はい、はい、とりあえずですね、その事前登録をしておくと明日の18時に有利ですよということですね。はい、YM さんありがとうございます。タッキーさん、お、3冊ありがとうございます。タッキーさん、タッキーさん、タッキーさんありがとうございます。ありがとうございます。そう、今日の配信でそうお伝えできてよかったです。でもなんかこう自分が重要だなって思うところは、おメールとかでもね言えたらいいなって思ってるので、ごめんなさい、今日メールを送るのがめちゃくちゃ遅くなっちゃって申し訳なかったです。申し訳ないですね。ふにゃーん、ふにゃふにゃーん。ほう、ウルフさん20冊ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃ降ってきた。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとじゃあ20回読みますね。ウルフさん、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 ありがとうございます。20冊カムサハムニダ、ありがとう、カムサハムニダ、ありがとうございます。ありがたい、すごい、めっちゃめっちゃ降ってきた、ありがとう。これが終わったら事前登録だ。そうだね、もしこうイベントにもう行くよっていう方は事前登録してもらえると嬉しいです。はい、そうだね、発売日の次の日ですね、9月23日、そして私のお誕生日の前日です。あ、私は日本に行けないから、うーん、ありがとう、ありがとうございます、カムサハムニダ。そうだよね、なんかだからこうオンラインのね、オンラインのサイン会とかも考えてるし、いろいろオンラインでもこう同じ日本でもなかなか県外に行けない方とか多いと思うので、オンラインでもいろいろ考えてるので、はい、ありがとうございます、ありがとう。タカさん、ありがとうございます。おじゃまるさん、ありがとうございます。北十字星かな、北十字星1975さん、ありがとうございます。オンラインはみんな嬉しい。そうだよね、オンライン、そう、オンライン、あ、オンラインといえばSTU のシングルのオンラインお話し会も受付が始まってて、え、すごい、3時で私めっちゃ完売してたし、30日なんてあと1個しかないんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。私昨日とか全然告知ができなくって、メールでも、でもみんな忘れずに、そう、あ、13も完売してるの、すごい。え、何中、何分の13ですか、これは。
ありがとうございます。ありがたい。あ、10も増えたのか。すごい。60分の13。すごい。6分の1。すごい、ありがとうございます。加工さん、ありがとうございます。すごい。そう、写真集もあるのに。ありがとうございます。いっぱい申し込んでくださって。ね、オンラインの話し会でもね、いっぱい。なんか写真集、この写真お気に入りだよとかいっぱい聞けたらいいなって思ってます。ありがとう。かなり外れた、本当に。年内結構完売してて、うん、嬉しい。写真集はサイトからもう買えますし、この配信から限定で、こちらの生写真がちょっと遠くて申し訳ない、近くで見たい方はぜひ私のツイッターへはい、特典がこの配信ショールーム限定でついていきます。公式ツイッターさんもあるので、公式ツイッターさんでいっぱい細かいことは書いてありますよ、書いてありますよ。ですね、はい。とりあえずでも得や、あ、そうだ、あれも言っていいって言ってたな、ちょっと、ジャスティンさん、ありがとうございます。あ、そう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 、忘れてた忘れてた、そう忘れてた、ちょっと待ってね。これもまた、言っていいって言って出た気がするな。はい、もう一つのお知らせ、タキン18さん、ありがとうございます。3都市で東京、山口、広島とイベントがあるというのをお伝えしてたと思うんですけど、広島のイベントの日程が決まりました。決まりましたというか、決まっていたんですが、お伝えしても良きということになりました。ただですね、最初に言っときますと、私から発表できるのは日付のみです。はい、そうなんです。細かいこと決まってはいるんですけど、まだですね、ちょっと、そう、でもとりあえずみんなのスケジュールを聞き、みんながスケジュールをね、早く開けたいと思うので、日付だけでもっていうことで、日付だけお伝えできることになったので、はい、日付、あ、はい、ブーフーさん、ありがとうございます。日付はですね、広島のイベントは
発売日の9月22日です。イエーイ。だからそう、もし山口広島で来てくださる方は来やすいかな、山口も。まあでも22が広島、23が山口、25が東京なので、みんなちょっと大変かもしれないけど、そう、これでちょっとはこう皆さんのスケジュール感を、スケジュールが調節しやすくなったかな。こう山口行くのはと思ってた方も、あ、広島もあるんだったらみたいな感じで思ってくれるかな。そうなんです、22日がですね、そうなんです、平日にはなってしまうんですけど、こちら詳細はですね、また公式ツイッターさんの方で、またいつかいつか追ってできると思います。そして私もう一個発表したいことがあるんですけど、稲妻高尾さん、ありがとうございます。あ、念のために有給申請して税しててよかった、ありがとう。もうこれもね、早く、もうだって9月に言ってもみんなもうさ、再来週のさ休み今から取るって無理じゃないね。えそう、何時頃からだけでも教えてくれない、そうそうなん、申し訳ないです、こんなにも直前の発表になってしまって本当に申し訳ないし、なんか言えなくて申し訳ないです。もう私のデータを全部見せてあげたい、みんなに。こうなってるんです、そうなんです、申し訳ないです。なんか私もこんなに2週間前になるとは思わなかったから、すごい自分もなんか楽しみにしてた分、ちょっとショックじゃないけど、心苦しいです。なんかね、もっとゆとりを持ってみんなと来てねってやりたかったけど、そう、せめて日付だけ発表させていただきました。 A さん、ありがとうございます。日付だけです。あとはもう一個、これはですね、はい、どこにいる方でもこれはみんな共通してのことなんですけど、皆さんがですね、ショールームでいっぱい予約してくださったのでもあり、そして私がお誕生日の日に何かしたいというか、そうというのもありですね、なんとこの1週間限定の絵柄が今まであったと思うんですけど、なんとですね、9月24日限定、1日限定の絵柄が出ます。お誕生日の日限定の、ショールームで予約した方限定の絵柄が出ます。パチ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 、はい、そうなんです。今までのこれとかは、これもだけど、これはその日に予約しなくても、まあ、1週間あったから、まあどの日にもっていうのはあったと思うんですけど、そう、これは私のお誕生日の24日限定の絵柄なので、逆に言うと24日の週は
まあ絵柄決まってるんですけど、その週の絵柄ではなく、はい、その日限定の絵柄なので、こうお間違えないように、その週の絵柄はその日にはつきませんので、その日はその日限定の絵柄がつきます。はい、なのでまあ24日も他にもいろいろ自分はあるんですけど、はい、あ、それもサイン付きです。はい、それも、あ、確認しときますね。でも私は書く予定です。30枚書く予定です。はい、ちょっとなんかこう無茶なことは言えませんが、私は書く予定なので頑張ります。もしダメって言われても頑張ります。はい、あ、でもいや頑張ります。はい、ランダムで30枚、今週のも、今週のは絶対ランダムで30枚ほどサイン入りが入ってるので、はい、ぜひぜひです。はい、はるさんありがとうございます。クレメントさんかな、ありがとうございます。メカブさんありがとうございます。のりくすさんありがとうございます。発卒ありがとうございます。私のりくすさん1回でいいのかな、はい、あ、おめでたいこといっぱいなので末広がりです。ありがとうございます。じゃあ発卒分の気持ちを込めまして、のりくすさんありがとうございます。ありがとうございます。1回でありがとうございます。そうです、とりあえず今日私が配信でお伝えしたことは、スタヤ書店23日の、スタヤ書店徳山駅の、書店でイベントがあります。これツイートもしてあるんですけど、2冊券3冊券がありますよ。2冊券は、ツイッターでは生写真書いてあるんですけど、山口で撮影した生写真3種類の中から1枚お渡しします。ポスターも山口で撮影した写真です。ポスターは折り目なしです。はい、そしてちょっとですね、事前登録が必要なんですけど、その事前登録をですね PTX というアプリの方から、そうですね、明日の18時までに PTX というアプリをダウンロードして、その新規登録アカウントをですね作っておくと明日の18時に申し込みやすいです。はい、こちら私のスケジュール的なのもあって申し訳ないんですけど、本当にこの1回のみなので、はい、ぜひよろしくお願いします。明日の18時にもし完売したらもうそれはそれで終わりです。はい、そしてそうですね、これはですね、まあいろいろ詳細は明日の18時に解禁されるので、こう見てくださったら嬉しいです。もうめちゃくちゃ丁寧に書いてくださってます。はい、あとはですね、あ、このサイン入り写真集、山口で撮影した生写真3種類オランダムで1枚、そしてポスターはですね解除限定の特典となります。そのためイベント不参加のお客様にはお付きすることができませんということで、イベント券買ったけどイベント参加できなかったって方はこの特典がつけれないので、はい、申し訳ないんですけど、そういう
ことです。そういうことです。はい。あとは、これはツイッターにも載ってない、うん、超特別情報なんですけど、三都市イベントの広島がですね、発売日の22日に決定しました。こちら詳細はですね、私の方からまだお伝えできないんですけど、日付だけでもちょっとずいずいずいと早めに伝えたいなと思って、日付だけお伝えさせていただきました。そして24日お誕生日の日は、私多分ショールームをするできる時間をいただいてるんですけど、ショールームで、今までは1週間限定の絵柄だったんですけど、お誕生日の日限定の絵柄をが決定したので、お誕生日の日もぜひショールームチェックしていただけるととてもとても嬉しいし、まあ、お誕生日の日なのでパーッとやりましょう。パーッとやりましょう、はい、イケポンさんありがとうございますですね。あとは、はい、写真集関係ないんですけど、 STU の方のオンラインお話し会も絶賛受付中で、もう結構年内は完売してるので、ありがとうございます。こちらも明日の13時までで、もうみんないっぱいチェックしないといけないことがあって申し訳ないんですけど、こちらもぜひなんか写真集のことをお話ししたいなとか、オンラインお話し会行ってみたいなって思った方は、あ、4時は金曜日、あ、明後日の13時か、そっか、ありがとう教えてくれてありがとう。明後日だそうです。詳しいな、みんな、ごめんなさい、私が把握できてないだけなんですけど、ありがとうございます、うん、あとはですね、そう、今日ツイートしようとしていたことは、 TVer の方で熱血テレビが見れます。なんと山口以外の方でも熱血テレビが TVer で見れます。これは私の密着 VTR を作ってくださったやつです。これはですね、9月13日の午後2時59分まで限定の配信なので、ぜひ本当にね、あ、見るたびに感動してます。そうだよね、いや本当にそうだよね。こうやって TVer って URL 貼れるの、ベッドどうなんだろう。お、帝国海軍さんありがとうございます。お、買い方分かったかな、嬉しい、ありがとうございます。海つばめさんありがとうございます。そう、これにも書いてるんだけど、私発売日22なんですけど、ショールームから予約してくださった方は30日から発送なのでちょっと遅くなっちゃうんですけど、楽しみにしてくださると嬉しいです。シロタンさんありがとうございます。あ、シェアあります。あ、本当にちょっと何かこうにかできたりするのかな。ねえ、ちょっと待ってね。ププ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 プ、いつだっけな。あったあった。
そしてそして出て行きました。え、ちょっとさ、誰かさ、誰かさ、私のさ、もう全然関係ないけど、その昨日ツイートしたやつの返信とかにペットさ、ペット URL を誰かすぐ送れるような、何か器用な方はいらっしゃいますか。ちょっとごめんなさい、私URL 貼るのが不得意なんですよ。自分からっていうのができなくって、絶対公式、あ、公式 STU 公式とかに載ってる、 STU 公式とかに載ってるかな、載ってるかな、ちょっと探すのあれだな、誰か貼ってくれないかな、 Twitter に誰か貼ってくれたら嬉しいな。あー、ありがとうありがとう、すごい、ありがとう、助かりました、ありがとうございます。もうとっても感謝です。ありがとうございます、とっても感謝。ありがとうございます。あ、ポッター平井さんがツイートしてくださってる。全然もう1年くらいお会いできてないのかな、いいにしとこ、ありがとうございます。ショールーム見てくださってるのかな。そう、ライターさんで大阪とか行った時に何回か取材していただいたんですけど、あ、すごい、みんなめっちゃ貼ってくれてる、ありがとう。これ13日の14時59分までなので、はい、ちょっと待ってね、リストに登録、登録数2900だって。これあ、触れていただいて恐縮です、ありがとうございます、恐縮です、ツイートありがとうございます。虫が、嬉しいな。あ、キーアロエで検索したら出てきました、ありがとう。これなんかお気に入り登録とかできるの。私 TVer も見るけど、そのテレビは基本録画派なんですよだから、あ、さっき登録しました、本当にありがとう。意外と TVer 見ないかも。でもこうやって地方限定とかのやつはあんまりないからな、その自分が見たいので地方のっていうのは。だって広島とか基本なんか広島で見れちゃうから、 STU のレギュラー番組ってね。
別編。特別編。時の弓子23歳の素顔。13日14時59分までいることができます。的な密着 VTR を作っていただきました。熱血テレビを見ることがをできない地域の皆様も見てもらえるように TV 発信リクエストもちょいちょいし、ああでも本当にそれ大切で、そうありがたいです、ありがとう。よっくんさん、ありがとうございます。あと写真集、そう写真集のやつもね載ってるんだよね。ハッシュタグ滝野由美子ワースト写真集、ハッシュタグでつけとこう。うわ字数が足らんすぎて、足らん、こんなにも140字を恨んだことはない。あと4文字削らないといけない。熱血テレビ、あ、ハッシュタグ熱血テレビをここにつけたい。熱血テレビ、素敵な密着 VTR を作っていただいたので、普段熱血テレビを見ることができない地域の皆様にもぜひ13日、これは、いや本当にね、なんか見てほしい、これ本当に温かい VTR なんだよね。本当になんかこう熱血テレビさんの温かさが
そう、本当に暖かさ。そう、ユミリの愛が増えた。そうなの、本当に本当に。これぜひなんか感想とかこのツイートの返信にしていただけると、多分なんか熱血テレビさんとかなんか見てくれると思うから、ぜひこのツイートの返信に感想を教えていただけると私も嬉しいし、多分熱血テレビさん見てくれるんじゃないかなって思います。感想も140字で当たりないか、確かに。もうあのつなげていいですよ、ツイートを。さすがに1万字ぐらい書かれると、あの私も見るのに汗ってしながら見るから、まあ簡潔にでも140字で足りない方はもういっぱい書いてください。ありがたい。たかさん、ありがとうございます。ユーハークさん、ありがとうございます。はい、それではツイートします。いや本当にね、本当に見てほしい。これは見て感動してほしい。熱血テレビさんの温かさに、いやこんな素敵な番組でレギュラーさせてもらってるのって本当に、うわー、もう毎週楽しいんだろうなって思う、みんな。はい、これはもうなんか限定公開なの、本当に。あ、ちょっとツイートしてから話そう。はい、ツイートします。はい、ツイートします。10 9 8 7 6 5 4 3、待って、知らないを書いたら、字が触れちゃうから写真集でいいや。はいそれではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いや本当にね、本当にいい VTR っていうか、うわー、滝野の原点ここなのかーってなる。いいね。キャサリン、タカ、G7、ソーヤン、ソレモキン、ナオさん、リク、オクちゃん、モジー、リツイート、ゼクスト、イケボ、クリーミー、コナン、ハマジ、ソレモキン、H、モジ、ワタル、タッチャン、ありがとうございます。あ、見るよーって、ありがとう。みんなぜひ後ででね、大丈夫なので感想をお待ちしてます。
ねえ、すごくすごくすごく感動した。いや、そうだよね。私も後ろの絵文字って何ですか？あ、本です。ただの本です。特に深い理由はありません。やるべきこと、やりたいことへの意志を長く持ち続け、中心にいる重圧に耐えていく強さの根本は高校時代に養われたものだとよくわかるドキュメントでした。大人になっても変わらない純粋で素朴な意味が好き。嬉しい、ありがとう。もう2回見たよ。何回でも見れる。ありがとう。書きのことしなかった。まあそうだよね。本当に本当に見てほしい。本当にねえ、本当にいい話です。いい話。自分で言う、なんか私がいい人生とかじゃなくって、もうすっごい素敵な編集をしてくれてる、くださってるなっていう。これはもう泣かせにかかってる編集です。はい。ねえ、本当になんか私その熱血テレビさんにも言ったんだけど、自分が STU を卒業するってなった時も、こういうドキュメントを作ってほしいって思いました。こういう感じの私の STU 人生みたいな感じで、なんかそう、ドキュメンタリー作ってもらいたい。私の STU 人生のね。そう、いい本当になんか私のことをすごい大切に思ってくださってるんだなっていうのをもうめちゃくちゃ感じましたね。あ、卒コンで長袖、確かに卒コンで、うわー、ありよりのありだわ。うわー、でもなんかよく言えばこう、あ、キー局に負けてない素晴らしい番組。いや、本当になんかこれをこう山口限定にするの本当にもったいないと思って、でもだからこうやって TVer で配信をしてくださって、いや、ありがたいですよね、本当に本当に本当にありがたいです。ありがたい、ありがたい。あ、すごい、もうめっちゃリツイートしてくれてる。100リツイートだって。いや、みんな見てくれてるし、いや、みんな思ってるんだろう。リツイートしてくれてる方はもうみんな、いや、すっごいいい VTR だから、いいね。ね、VTR って何の逆なんだろう。唐突な疑問。VTR 逆。ビデオテープレコーダー。はい。はい、でした。いや、本当に。いやー、めっちゃリツイートしてくれてる。いや、そうだよね。これはもうなんかリツイートしたいよね。見てほしいよね。うん、私も。しまちゃんさん、ありがとうございます。よったんさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで今日の配信はそろそろ終わろうかと思います。あ、最後にじゃあ今日の撮影でめっちゃ素敵な、いや、画面越しに見たらすごいな、本当に素敵なお花束をいただきました。すごくない？メールでは送ったんですけど、もう
ないですか。もうめっちゃ嬉しくって、そう、このこれ何の撮影だったとかはまたね後日なんかお伝えします。はい、これはもちろん持って帰って家に飾るので、はい、あ、そしてそして明日がですね、ちょっと夜配信ができなくて、朝配信になりそうです。朝配信はですね、何時からだろう、7時からとかかもしれないんですけど、ちょっとまだぐらいしかわかんないので、はい、うわ、推しメンが水着着てる、速攻でいいねした、いや速攻でいいねしたのに私209番目だったんだけど、お強いな、お強い、お強い、はい、寝る前あたりに予約、あ、そうだね、私も寝る前には絶対予約してから寝るので予約見てください、よろしくお願いします。それでは、はい、終わりたいと思います。ちなみにお誕生日限定の絵柄も自分で選んだんですけど、もうメタメタ自分で選びましたって感じ、はい、これまだ言っていいのか分かんないから、ちょっとどういうのかは言えないんだけど、はい、もう、いや、お誕生日だから好きにしたんだろうな滝野って感じですね。みくひろさんありがとうございます。お誕生日って年に一度の自分の生まれた日ですからパートやりましょう、パートパー、そして今日で、あ、もう終わります、ごめんなさい、今日で写真集発売まであと2週間なんです。はい、だからちょっとなんかまだまだ言えてない情報がいっぱいで申し訳ないんですけど、はい、あと2週間全力で盛り上げていきましょう、よろしくお願いします。はい、お、夢に向かってさん2冊ありがとうございます。夢に向かってさん、夢に向かってさん、ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりますので大丈夫ですか、予約の方は皆さん。13位サッカーボーイさんありがとうございます。12位ドリパイタンさんありがとうございます。11位ウルフさん、カムサハムニダーありがとうございます。10位原哲大民大大大好き、7週ゲットだぜありがとうございます。キスランプくんさんお疲れんこん、写真集の発売待ち遠しい、今日今日この頃ありがとうございます。八尾出ます元気さん、調査の恵美講師お話し会たくさん当選してありがとうございます。7位磯健さんありがとうございます。6位はるみんさん、時の五神よしありがとうございます。5位疾風さん、ゆみりんよしありがとうございます。3位プロフさん、ハイエースで青森県むつ市に行きフライデー買い占めた、フライデー買い占めたのありがとうございます。2位他県18さん、今週も生写真が素敵、本届くまで楽しみありがとうございます。1位ジャスティンさんありがとうございます。あ、すごい、1万人ありがとうございます。皆さん、明日の18時から山口のイベントのあれ先着順なので、ぜひ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 よろしくお願いします。来てくださる方は、あ、この後また TVer 見ようかな、寝る前に見ると目が腫れるぞ、目が腫れるぞいやー嬉しいな、こう2000人いいお気に入りしてくれてるってことは、お腹鳴ったお腹鳴った、少なくとも2000人見てくれてるってことだよね、これすごい、もう2981だから実際3000人なんですけど、嬉しい、いやきっとこれなんか他のなんか他のやつとかもっと、あ、すごいな、ロンハー10、100、1000、万、10万、100万、あ、すごいすごい、見るんじゃなかった見るんじゃなかった、すごい、あ、みんなすごいな、あ、ゆふかしは見てるよ毎週、あ、すごいな、いやー、
ありがとう。あ、19時に買います。あ、本当に18時からだからね。まあみんな仕事の都合とかあるんだろうな。でもそう、私物さんの月に3冊券が瞬殺だったので、はい、ちょっと皆さんわかんない、なるはやで、なるはやで、なるはやでって感じです。はい、2冊券も、うん、まあ下手したら、下手したらっていうか、ありがたかったら一瞬かな、一瞬か。はい、まあどっちにしろ山口行こうかなって思ってる方は、その公式さんが言ってるアプリを事前登録よろしくお願いします。イエイ。ということで、はい、そろそろ終わります。はい、明日朝配信はまた予約しますということです。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。